はい、皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいませ。佐藤幸です。というわけで、シェンムー3やっていくよ。まあ、とうとうね、ゴルツキを倒す時が来たんだが、どうも。悪いけど、また、そうですか。そうですか。そうですか。じゃあゴロツキ倒しに行こうかな。どこだっけ。チュース。母さん。母さん。なんだ。どうした。ああ、いえ。すまないけど、またにしてくれるかい。家の中が当分片付きそうにないんだ。そうですか。そうですか。ベイベイさん。すいません。はい、いらっしゃい。木札を景品と交換しましょうか。どれにする？いや、俺は。なんだ。私とお話ししたいのね。いいわよ、付き合ってあげる。今日は暇だから。そうなの。また来ます。また来る。え、本当に行っちゃうの？これはシェンファーの友達じゃなかった？メイメイさん。あれ、ばあさん、なんかあるぞ。困ったね。どうした？どうかしたんですか？あんた、霊視って知ってるかい？薬用のキノコなんだけど、最近めっきり見かけなくなってね。霊視？はあ。欲しがる客がいるのに、売り物が調達できないんだよ。どうだい？あんた、探してみる気はないかい？探す。わかりました。探してみます。そう来なくちゃね。それでその霊視は？昔はよく水辺で見かけたもんだよ。水辺ですか？水辺。川や池の周りを念入りに探せば見つかりそうなもんだけど。そうですか。そうですか。なくね。川、池、どこやねんって話。なんじゃ、お前さんか。ソさん。ちょうど退屈しとったとこじゃ。話ならいくらでも付き合うぞ。いや、俺は。いや。お前さんが話すことがないなら、わしが村の昔話を聞かせてやろう。いいですよ。聞かせてください。その昔、村が盗賊一味に襲われたことがあったんじゃ。かれこれ60年、いや70年前じゃな。盗賊が狙うものといえば金品に酒に女じゃ。男どもと来たら裸足で逃げ出して憲法家を名乗る連中も雲隠れ。そこへ一人の少年が現れて盗賊100人を相手に大立ち回りじゃ。切りつける相手から牛刀を奪って。牛刀。広場は真っ赤な血の海になってな。逃げる盗賊を馬で追って一人残らず皆殺しじゃ。おかげで村の平和と女どもの貞操は守られたが。その少年は？その少年は何を隠そう、このわしじゃ。なんだそりゃ。はあ、はあ、おかげで村中の娘がわしに惚れるわ。縁談が殺到するわで大変じゃった。あちら立てればこちらが立たずで、
わしはついぞ結婚に踏み切れなんだが、80にもなると酒さえあれば十分じゃ。80、わしの商売も軌道に乗ったが、金儲けはもう飽き飽きでの。そうですか。まあ昔の話じゃ。昔、はあ、はあ、で、あの、なんじゃ、お前さんか。わしは忙しいんじゃ、少しは遠慮せい。わかりました。わかりました。また来ます。明日にするか。明日なんだ。ここでもあったっけ。そういや、木札交換どうぞ。ここにあるのか。ここにあるのか。え、あ、おー、これ木札なんだね。そんなことしてる場合かねって話だ。カエルレースにバケツ石投げ、花鳥風月におまけにお年玉だよ。誰が言ってんの。だよって。私まだまだよって。まあここじゃねえな。来ちゃったボクセンね。誰もいねえな。出てこい。あ、出てこい。あ、出てきた。たく、懲りねえ奴らだぜ。懲りねえよ。エンジンさん。シェンファー。エンジンさん。ああ、いて、あ、座った。お前を助けに来た間抜けが、ゆっくりいたぶられるところ、特等席から見せてやるぜ。シェンファ、離れてろ。シェンファ強いんじゃないの。あれ、まずこいつらか。覚悟しな。連戦はきついね。しゃ、こいつは本命だぜ。へい、さあ当たるか。ほらほらほら、やるほら、ほら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 、せいや。あれ、サムラ、あれ、あれ、止まれ、はい、あー、ちしょ、あるか、はい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 、
手やした。おお、シューファー、誰に頼まれた？知らねえ、俺は何も。おっと注意。あぶねえ。ああ、こいつを頼みます。ああ、頼みますって遅いよ、世人さんたち。リュウさん、ガキが偉そうに俺様に勝てたからっていい気になるなよ。何？何？貴様。おうおう、今日も可愛い姉ちゃん連れか。いいご身分だな。リョウ、口車に乗ってはダメ。ああ、分かってる。ふん。お前に聞きたいことがある。はあ？なんでこの俺様がおめえみてえなガキに尋問されなきゃいけねえんだ。諦めなさい、もう逃げられないわ。逃げられねえぜ。おい、答えろ。ボスは、お前のボスは誰に命令された？ボス？さあな。何？言わないつもりか。言わないのか。そんなことはいはい答えるバカがいるとでも思ってんのか。くそ、言わないつもりならお前を痛い目に遭わせてもいいんだぞ。はっ、俺様を拷問しようってのか。答えないというのなら。リョウ、リョウ、シェンファ、シェンファ、脅すのはダメ。ダメか。しかし。それではこの人たちと同じ。うん、水攻めだぞ。そうだな、シェンファの言う通りだ。けけ、でも一体どうすれば。目的は何だ。何が狙いだ。なぜこの村を襲った。なぜ。さあな、けなぜだと思うよ。俺呼んでこい。もうこっちが聞いてるんだ。おお、ガキが生きがってんじゃねえよ。なんだと。リョウ、乗せられてはダメ。分かってる。クソ。そっちの姉ちゃんの方がよっぽど肝っ玉が座ってら。貴様。リョウ。貴様。エンさんを知っているか。エン？誰だそりゃ。誰だ。石堀氏のエンさんだ。私の父よ。さあ、そんな奴は知らねえ。そっか。お前たちが落としたんじゃないのか。落とした？あのバカ。あのバカ。なんだと。ああ、いや、なんでもねえよ。でもなくねえだろ。あなたたちはその名簿に書いてある石堀氏を襲った。そうなんでしょ。どうなんだ。どうなんです。石堀に用なんかねえよ。その紙切れも知らねえし。本当に？知らねえもんは知らねえ。何？正体は？お前は何者だ？俺様か？見りゃわかんだろ。何？何？見ての通りのゴロつきさ。け。なるほど。ふざけるな。お前はどこから来た？何者なんだ？ガキが偉そうに聞いてんじゃねえぞ。なんだと？知りたいなら教えてください、お願いしますだろうが。こいつ素直には答えてくれないみたいね。くそ。ははダメか。
リョウ、みんな、外で待っていてくれる？シェンフォ。すぐ終わる。私に任せて。ああ、わかった。おい。俺様も舐められたもんだぜ、こんな小娘。シェンファ、入るぞ。シェンファ、一体何が？全部話してくれるって、この人。そうか。怖っ。拷問のプロじゃん。よし、話してもらうぞ。でしょ、お前。怯えてんじゃねえぞ、これ。さあ、答えろ。目的は？ハッカソンに来た目的は？また同じ目に会いたい？何？いえ。なら話せ。最初は、なんとかって石の鏡を探せって命令だった。だけど、そんなもんどこにもなかったぜ。石堀氏を襲ったのは？それは話さない気？話すってばよ。続けろ。怖。鏡はねえって報告したら、今度は石堀氏をさらってこいって。やっぱり私の父を？エンさんをさらったのか。さったか。エン？ああ、確かそんな名前もあった。なんとかって石を掘る特別な石掘り師だ。東が緑石。父はどこにいるの？奴らに引き渡した。どこへ連れて行ったんだ？それは知らねえ。本当だ。俺たちのアジトは利口沿いの町にいくつもあるんだ。そのどこかは知らない。利口？そんな、まさかエンさんに怪我をさせてないだろうな。それは大丈夫だ。五体満足で引き渡せって命令だったからな。お父さん。そうなの？正体は？お前は何者だ？俺はガンローってんだ。ガンロー？何の取り柄のねえ、ただのゴロつきだよ。こんな姉ちゃんにやられちまうとは。大したことない。し、煮るなり焼くなり好きにしやがれってんだ。開き直ったな。ったく、とんでもねえ姉ちゃんだぜ。それにしてもシェンファは一体何を知りたい？じゃあもう一度。勘弁してくれ。シェンファ、ボス、お前に命令したのは誰だ？あの猫背の不気味な男か？違う。俺たちはもっと上の連中に命令されてきたんだ。シャイなこと知らないもんね、名前なんか。知らんけど。そのもっと上の連中というのは、なんていうか知らねえ。なんてだら。なんだと。とぼける気か。わかんのか、これ。いや、本当に知らねえんだ。芝居やれも。そんなはずがあるか。まだ足りなかったみたいね。怖い怖い。本当だよ。命令された時だって顔を見ることも許されなかったんだ。なるほど。何？命令を聞かなきゃ俺もゴミみてえに始末される。あのスキンヘッド野郎は監視役だ。俺たちを見張ってやがる。チャイが？あいつは私有門なのか？私有門。詳しくは知らねえ。俺たちが聞くなんてできねえ。ただ言われたまま鏡と石堀氏のことを調べ回ってただけだ。あいつに何を教えた？花橋のことさ。え？花橋？どうしてそれを？花橋の何を知ってる？さあな、知ったことかよ。どうせ俺はもうアジトに戻れねえんだ。あとは野となれ山となれだ。神話やれ。貴様、どうしても知りたきゃ婆さんに聞いてみるんだな。婆さん、ヨーバーさん。ヨーバーさん。ああ、そんな名前だったかな。
ばあさんが心配なら急ぐんだな。何？え？どういうこと？どういうことだ？あのチャイってやつ、今頃ばあさんのところで何をしてるやら。チャイ、あいつ自分の欲しいもんのためだったら平気でひでえことしやがるからな。やっと名前出てきてる。チャイ。くそ。リョウ、ヨウばあさんのところへ。聞きたいことは全部聞けた。早くヨウばあさんのところへ。そうだな、急いだ方が良さそうだ。ヨウばあさん、王さん、リュウさん、もうこの人はいい。出してあげて。シェンファー、こいつを逃がすのか？いいのか。村にいられるとかえって迷惑。仲間が来るとも限らない。そうか。そうかもしれないな。やられちまうじゃん。それよりも、早くヨウばあさんのところへ。ヨウばあさん、皆さん。あ、皆さんお元気ですか？すみません。なんだね。悪いが。わしは弟子は取らんことにしとる。弟子出た。いや、俺は。なんじゃ、違うのか。昔は毎日のように弟子入り志願が来たもんじゃが。失礼しました。さっせん。シェフが来た。よう戻ってくれた。あんたに会いたかったんじゃ。え？どういうこと？どうも。どうも。あんた日本から来たそうじゃな。技はやっぱり忍者仕込みか？忍者？いや、俺は忍者の知り合いは何人かおるが、あんたほど強いのには初めてお目にかかった。誰だよそれ。あんたになら、わしの弟子として炭焼き名人の座を譲っても構わん。炭焼き？ヨウおばあさんの家へ行きたいんだ。ヨウおばあさん？幼姉さんなら知っとる。幼姉さん。しかしあの姉さんも今はばあさんか。ばあさん。ようおばあさんの家は広場の一番大きな家じゃ。そうですか。ありがとうございます。よし。金ねえわ。金があらへんが。ヨウばあさん大丈夫？あ、大丈夫だ。トントンも音聞こえるわ。あ、ヨウばあさんの家。おばあさん。ああ、シェンファー。それと日本の若者だね。また花橋のことかい。はい。お前さんたちには関わりのない昔のことじゃと言ったはずじゃ。これを。こいつを。これは法王経。なぜこれを？父が残したものです。俺はこれを頼りにこの村へやってきたんです。花橋ができた時のことを教えて。お願い。祖さんも孫さんも陽さんなら知っていると。祖と孫にもあったのか。はい。ええ。あれはもう70年も前。70年。戦闘2年。わしがまだ娘の頃の話じゃ。都から宮廷の使いがこの村にやってくることになった。その使いを迎え入れるために村を挙げて新たな橋を作った。それがあの花橋。暑い夏の日の午後だった。祖と孫、
そしてわしは都からの使いの一行を一目見ようと花橋のたもとでワクワクしながら待っておった。リオおばあさん、一行はとうとう現れた。現れちまったな。その雅ないでたちはこの目にも昨日のようにはっきりと焼き付いておる。使いは塔が緑石の鏡を最高の石彫り師に作らせるために来たのだ。最高の石彫り師、ハッカソンは貴重な塔が緑石の取れる唯一の産地。ここの石彫り師の中でも縁の一族の腕は都にも知れ渡っていた。時の宮廷は特別な鏡を作るために縁の一族を指名したのじゃ。そして使いから縁の祖父に一枚の鏡の絵図が渡された。じいさん、家にあった鏡の図面はその時のもの。なるほど。万願寺で見つけた花橋の写真にも同じ模様が。父の採掘場にも同じレリーフが。この鏡に同じ模様が。何も言うな。なんだ。鐘楼に登るがよい。6つの鍵が土間にある。土間、鐘楼に。鐘楼、あ、初めて登る。鐘楼ってこれ どっから登るのこれ。鍵となる木札が6枚ある。そのあたりをよく探すんじゃ。わかりやした。これヨーバーさんち。あれ登れない、もしかして。ダメだ。シェンファー。中には何もない。ここにあるってこと。中にはな、中には何が。この鍵何、変わったところはない。え、変わったところないの。どういう置き方してんの。フライパン。これは関係ない。やたら新しいね。この中には何もないね。引き出し。あ、お、皮膚だ発見。鶴の模様だ。これだな。ここに木札が。どれ、何が書いてある。鶴の模様です。鶴。それじゃ、よう見つけた。よう見つけた。終わり。5個目だろ。あと5個ある。伸ばし棒か。これは綿棒か。綿棒だな。綿棒。これはあまり触らないでおこう。
ったら大変どころじゃないよ。ここはすり鉢か。鍋がある。いやー、フォーク。ここだ。缶詰。あ、剣の木札発見。剣の模様かな。剣。おばあさん。ん？何かあったか？ん？剣の模様のある木札が。うん、それじゃ。それじゃ。大変だよ、これ。大変だな。一番下は開けられないんだよ。あ、あるぞ。拳の模様に見えるな。拳。木札がここに。なんじゃ、どうした。どうしたって。拳の絵の木札が。見つけたようじゃな。見つけたようじゃな。これ一時確認しなきゃいけない。関係ない木札とかあん。ギャンブルの木札がとか。で、ひとまとめにしてほしいわ。なんかバラバラに入れてんすか。なんすかこれ。ザー、あーない。終わった。積んだ。あと3つどっかある。全然積んではねえけど。はい。あ、あるぞ。これは竜の書かれた木札だ。竜木札。一緒に紙があるな。紙ってる。何か手がかりになるかもしれない。何これ。一緒に持っていこう。一緒に持っていこう。謎の紙キュール。多分木札置く場所が書いてあるな。ザッ。ん？何これ。これは関係ない。他を探そう。なんじゃそりゃ。りょうさん書いてあるよ。ここに何もないっすね。なぜだ。調べるとこあったかな。ん？薬か。おばあさんが作ってるやつか。薬師、薬師だから。さあ、なんもねえ。これはつって、なんもな。お、え、下駄箱に落ちてる。酒の模様かな。酒。おばあさん。なんじゃ。なんじゃ。木札が。これは酒の絵が描かれている。それじゃ。それじゃ。それだ。それですね。ねえ。OK。
係値。これは関係ない。なんか大体この絵あるよね。長靴変わったところ。マジで長靴です。あとはどこだ。ここら辺かな。乾燥した薬草だ。中には薬草しか入ってない。薬草しか入ってないよ。天秤、薬を作るときに使うのか。見えてるのか。でもそれ壺の中は古そうな瓶だ。これは違うな。マジで。ザー、 あったよ。この模様は月かな。月を見るたび思い出す。木札が思い出せ。何か見つかったか。月の模様の木札が。それじゃな。それですか。八神。これで6枚だ。全部揃ったっす。おばあさん、全部見つけました。おお、そうか。それを持って鐘楼に登るのじゃ。登るのです。登ります。今からっすか。かなり遅い時間になっちゃって。鐘楼、鐘楼。こんな時間だ。明日にしよう。明日にしよう。帰るぜ、シュンファー。うっそっそ。ねえ、リョウ。どうした。もっとリョウのこと聞かせて。来た。ああ、なんだ。春先の話。リョウの将来の夢はどんなこと。俺か。将来か。復讐。闇落ちエンドじゃん。強くなる。やっぱり剣法を極めて強くなりたい。親父を超えたいという思いもあるしな。うん。でも、俺にはその前にやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと。ああ。それは今は言いたくないんだ。りょう。言いたくないんだ。シェンファー。何りょう、もっとお話しする。この辺りでは誕生日は祝うのか。誕生日か。誕生日。うん。どんなお祝いをするんだ。プレゼントとか。プレゼント。プレゼント。え、ああ、家族や友達の誕生日にあげるものだ。そういうことはしない。そうなんだ。じゃあ毎年のシェンファやエンさんの誕生日にはどうしてたんだ。誕生日には一緒に麺を食べる。それでお祝いする。いい。麺を食べるのか。麺食べるの。そう。それでいつまでも元気に過ごせるように願いをかけるの。へえ、そんな風にするのか。リョウの誕生日はいつ。俺は11月だからまだ先だな。そう。その時には私が美味しいタンメンを作ってあげる。ああ、タンメン。ねえ、お前に貸すタンメンはね。もっとリョウのこと聞かせて。ああ、なんだ。りょう、何か欲しいものはある。タンメン。いや、今は特にない。特にない。大丈夫だ。でも、ここは日本や香港とは違って何もないでしょ。困ってない。そうだな。
ポテチ。コーラでね。たまにはコーラが飲みたくなる。一気飲みしてもない。コーラ。そういう飲み物があるんだ。コーラ一気飲みしてくる。亮はそれをよく飲んでいたの？飲んでたな。ああ、時々自動販売機で買って一気にゴクゴクってな。一気に飲んでたわね、本当に。コーラ。どうした？どうした？確かパンダ市場で売っていた気が。そうなのか。え、そうだったのか。私は飲まないからよく知らないけれど見覚えがある。そうか、そうか。何かのついでに見てみるよ。あ、シェンファー。シェンファー。何リョウ、もっとお話しする？お話しする。シェンファーは誰と仲がいいんだ？ああ。村の人はみんな仲良し。そうか、そう言ってたよな。うん。でも特に親しい人はいるだろう。特に。特に。ああ、気が合う人とか。それなら、リョウはもう会ったかな、あの人。どの人？あの人。そう、いつも武術の練習をしている。それってもしかして、イチン、イチンさん。ひまわり畑にいたイチンって子か。うん、やっぱりリョウも知ってたのね。知って。ああ、手合わせを頼まれた。あの子らしい手合わせ。いつも一生懸命で夢中になると周りが見えなくなるの。確かにそんな感じだな。まっすぐで人目を気にしないところが可愛い。リョウもそういう人。何？え？俺が？俺が。うん。そうか。そうか。ねえ。微妙な感じで。もっとリョウのこと聞かせて。ああ。ああ。なんだ。リョウはもう村の人と仲良くなった？ああ。どうかな。どうかな。でもシェンファのおかげで今は村の人にいろいろ教えてもらってる。リョウは誰とよく話すの？俺は誰だ。子供かな。ロリコン。でもじいさんによく話しかけてるよ。年寄りによく話を聞く。年寄り。そうなの。そうなの。年寄りは村のことをよく知ってるからな。そうね。孔明さんやヨーバーさん、パンダ市場の勾配さんもいろんなことを知っている。勾配さんね。明日もいろんな人と話してみる。うん。女の人でよかったんじゃない。くそ。シェンファー。シェンファー。明日も量は。そう、それよ。休みますわ。量。量、起きて。うん。朝よ。ああ。シャラララレイ、あい。ああ、もうリンゴとバナナをパクりましょう。もらっておこう。もらっておこう。もらっておこう。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。ちょっといいか。何、リョウ。今日も村へ行くんでしょ？ああ。私も後で村へ行ってみるね。なるほどね。一緒には行ってくんないの？
いい天気だぜ。ここからにしてみようか。水辺でなんか見つけなきゃいけないもんね。はい、というわけで今回はこの辺にしていきたいと思います。発信は来たよ。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。